完全にちょっとグッときたのは、うん、あの絵に描いた君。あ素敵な回答だった。あれ素敵だったよね。いやでも僕はやっぱ初出演させてもらったんで、うん、単純にうわーネプリーグやって思いながら参加させてもらいました。やっぱ見てるもんね、うん、見てたやつだから、うん、出れた嬉しさがありましたね、うんはい、私は今まで出て一回も活躍したことがなかったんで、うん、いや本当にそうなんですよ。でこういう時ばかり早稲田大学出身っていうのが私の足を引っ張るんですよ。今日は、まあ、今までの中では、あの活躍できた方かなと、よかった、安堵してます。ヒコロヒーちゃんとは、うん、その、まあ、金借りスクワッドで、同じスクワッド組ましてもらってるので、なんとか、金借りワードが問題に出てくれへんかという話で持ち切りにはなりましたけどね。ぜひちょっとオンエアで、債務者ですとか、借金などのワードが問題に出てるか確かめてほしいです。普段だったらやっぱヒコロヒーとかよく仕事で一緒になるんで、例えば楽屋とかでも話したりするんですけど、前室とかでこうどう喋っていいかわからない、話してみたいけど何話したらいいかわからないで、なんとなくこう話しかけてくれたらいいなみたいな感じのまま終わることが多いんです。今日はやっぱ一緒に問題に取り掛かってるから、終わってからもわあそこよく分かったねとか、なんかこう自然に会話ができるのがなんかすごい、一緒のものを乗り越えたチーム感っていうか、それがなんかすごい私的に嬉しかったですね。チームワーク良かったですよ。良かったよね。なにわ芸人チーム、うんうん、全然なにわでもないんですけど千葉女子なんですけど大阪寄りの千葉と大阪寄りの京都です。大阪寄りの千葉。なにわ男子の皆さんはなんか、うん、すごいなんていうかこう顔面偏差値高いじゃないですか。かっこいい綺麗な顔の子たちが多いなって思ってちょっと嬉しかったんですけど、最終的にはちょっと引くって、はい、高橋くんがキーマンでしたね。キーマンでしたね、だいぶ、はい、私はもう完全にちょっとグッときたのは、あの絵に描いた君。あ素敵な回答だった。素敵だったよね。外し方もやっぱ、うん、我々一般人とは違いましたね。違うよね、うん、ジャニーズがやっぱ入ってました。そうよね、回答に。いやだって絵に描いた餅ってその、うん、要するに手に入らないみたいな意味じゃないですか、うん、そこちゃんと意味から考えたかもしれないからね。手に入らないもん。なるほど。絵に描いた君っていう。俺やっぱあの英語の問題の、うん、I want to 俺 to bed その理由もすごかったですよね。あの絵が僕に似てたんで。いやーすごい大物の予感がしましたね、はい、高橋くん。何回山添の支店の口座に振り込んだの。支店名言うな。ヒーまでヒーって押して支店押すスピードめっちゃ速いですから。頭文字入れてさ、支店名がバーって出てくるじゃん。もうはいはいっていう慣れました。はい。いやそうですね、これは本当にあの K さんは僕にとって水曜の交わりやなって思いました。確かにね、私がミスした問題をあのクリアしてくれたんで、あの時は確かに嬉しかったですね、水曜が交わってましたよね。どうも相席スタートです。こんにちは。こんにちは。私たちがネプリーグにコンビで出るのは初めてなんですが、はい、11月1日月曜日19時からの放送の回に出ます。ゴールデン見てねー。ゴールデンは絶対見てね。はい、以上です。